諏訪停車場線から名鉄豊川線、諏訪町駅ホームを望む、県道終点。愛知県道21号豊川新白線に接続する直前の橋は、福音京商。愛知県道378号諏訪停車場線は、豊川市中心部を走る、一般県道である。起点から終点まで 1km にも満たない、短い路線である。また、全線にわたって、 名鉄と横川線と並行し、起点側の区間では、同線路の両側が道路線という扱いである。起点は、名鉄と横川線の諏訪町駅前にある線路を挟んで、計8本の道が分かれる信号のない大きな交差点。起点を出発してしばらくは、商店や住宅が立ち並ぶ。途中の踏切までは、名鉄と横川線の線路を挟んで並行する。しばらく走ると、 豊川市保健センター、休日夜間診療所、豊川市医師会館の建物と、豊川市近道福祉会館が見えてくる。そして、県ウェイスは団地を左手に見ながら、終点に到着する、とても短い路線である。全線にわたり対面通行、最高速度30キロメートル毎時、駐車禁止。北ルートの起点付近は、 諏訪町駅の改築に伴い福音が一層狭くなったにもかかわらず、電車利用客送迎の車が停車していることが多いため、特に県道を405から侵入する際には注意が必要である。ありがとうございます。